フィンガー5ファンの皆様、こんにちは。本日は76年6月号の平凡の記事を朗読いたします。まず、画像の説明をいたします。新しい家の前で5人で体操をしているところが映っています。大きな見出しが、天国みたい、新しい家だよ、完全公開。これがフィンガー5の新居となっております。まず画像の説明をいたします。見開くと大きな画像と小さなのが4点。テーブルの上にフルーツが置かれ、フィンガー5の皆さんと、ご両親、いとこの方、計8名が写っております。下の画像は、アキラくんがつまみ食いをしてたり、タエコちゃんが本を読んでたり、二人で風呂掃除をしたり、ベッドで、5人で記念撮影のような感じで写ってます。それでは本文を朗読いたします。僕らを、とても可愛がってくれている、不動産屋の浜口さんの行為で、この家も半額の1300万円で、しかも、長期ローンで売ってくれたんです。僕らは幸せ者ですと彼らは語っていた。この家には、メンバー5人、両親といとこの安尾さん、4匹の子猫、庭の小鳥と亀が同居してます。まず、冒頭の画像ですが、仲良く体操をしてるところが、見ていて微笑ましく感じますね。家は、壁のレンガ模様が、当時を物語っていて懐かしいですね。子供の頃、うちの近所にも、こんな家ありましたね。次の画像は8人で写って賑やかでいいですね。いとこの方まで住まわせるなんて、ご両親も、なかなかおおらかな性格ですね。楽しそうです。タエコちゃんは猫を抱えてるんですね。ペットも割と多いですね。動物が好きなんですね。それでは、次の記事に移ります。3月15日は、メンバーにとっては、忘れることのできない、幸せな記念するべき日になった。この日、彼らは、新居に移ったのだ。沖縄から本土に来た時から親子7人は、たった2間の、ちっちゃな借家暮らし、兄弟5人は、折り重なるように生活していたのだ。歌が売れるにつれて、舞台衣装や楽器も増え、もう足の踏み場もない、状態になってしまった。とにかくもう少し、大きな家に、これが彼らの念願だったそうだ。彼らの新居は、今まで住んでいた村山から10分、武蔵大和駅にほど近い場所にあります。敷地、約130平方メートルに、洋間1、和室4、台所と風呂のある新居でニコニコの彼ら。建坪は106平方メートルとのことです。なるほど、沖縄から来られた当初は、そんな狭い部屋で、雑魚寝のような状態で、侵食されてたんですね。歌が売れて念願だった大きな家に住むことができて、本当に良かったです。画像を拝見しても楽しそうなのが、伝わってきますね。それにしても明くんのメガネが大きいですね。でも、これがトレードマークになるとは、それでは、記事の朗読も終わりましたので、このあたりで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。